さあ、それでは平家谷出発です。そうめん食べ過ぎです。パトレイズさんがせき止めるもんでなかなか食べれませんでしたが、後半なんとか食べれました。ここでまた197号線に戻って岬方面に曲がっていきたいと思います。24キロ、この右手が道の駅平田館です。今ちょっとそれほど変わってはおりません。ちょっと天気はいいんですけど、ちょっと青空がないというか薄曇りというか微妙です。暑くはないので助かっておりますが、今日は九州回っております。幹事長がこの先に湖があるということなので、これを左折しましてムーンビーチの方に向かっていきたいと思います。本当に池があるんでしょうか。
正面にムーンビーチ見えてまいりました。さあムーンビーチやってまいりました。まだ海水浴にはちょっと早いか。さあムーンビーチのところを左折しまして、どこに行くんでしょう。あ、これか。あ、いきなり、いきなり池ありました。阿弥陀池、阿弥陀池です。ちょっと池を一周しようということになりました。問題の吾妻屋は反対側の方にあるそうです。到着です。それではムーンビーチ出発です。阿弥陀池は大したことなかったのでムーンビーチでちょっと休憩と思ったら、自販機何もないのでとりあえず三崎港に行こうということになりました。三崎港で休憩したいと思います。さあ三崎港やってまいりました。津田岬花花到着です。
岬はなはな、出発です。それでは帰りましょう。帰りは風車を見ながら帰ろうということになりました。